ピアノに挫折したお姉ちゃんに気使ってくれてるんだ。お姉ちゃんもピアノ見たくないんだって。そうだね、お前だって辛いから。大丈夫、騙してくれ。全部建設に安全で美味しいものですよ。いかがですか。食べちゃダメ、病気なんかどうするの。波江から避難をしてきた。相川康介くんだ。あの地震ってさ、どの水芸ダメージ受けてるんだよ。でもさ、これ吹いてると全部忘れられるんだよ。私もピアノに救われてきたから。 家族がいれば、また連絡を聞かせてくれ。お姉ちゃんに私の気持ちなんて分かんないよ。ピアノがやりたかったなら堂々とやればよかったじゃない。